ん、こんにちは。あかりんこと、吉田あかりです。さあ、今日はですね、私がイメージモデルをさせていただいている、こちら、アイクローゼットからまたまた新色が出たので、紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画、スタートです。はい、ということで、私がね、イメージモデルをさせていただいているアイクローゼット。なんと、ホテラバにて初回500円でゲットできる激安カラコンなんですけど、今回ね、すごくナチュラルな2色が発売されたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず、今私がつけているこちらですね、カカオブラウンというカラーです。裸眼の色が黒目でも茶色い目でも自然に馴染むようなダークブラウンのグラデーションのデザインになっています。で、縁がこうはっきりしすぎないようにデザインされてるので、そのがっつりカラコン感っていうのが出ずにすごくナチュラルに漏れますね。私がモデルさせていただいているアイクローゼットの中でも一番ナチュラルにバレにくいカラコンになってるんじゃないかなっていうふうに思います。私もこのカカオブラウンは最近本当に毎日つけていて、めちゃくちゃナチュラルに漏れるんですけど、でもしっかりカラコン自体は割と大きめなので、遠くから見てもはっきり大きなお目目に見えるっていうのがすごい好きで、よく使ってます。ということで今日はちょっとこれに合ったメイクを紹介していきたいなと思います。私がこのカラコンつけるときは結構丸いお目目に見せたいなっていうときによく使うんですけど、まずアイシャドウね、このベージュ系の色をアイホール全体に丸く入れていきます。で、涙袋の影をダブルラインで引いていきます。で、ちょっとハイライト系のカラーをね、黒目の下の涙袋に入れて、涙袋に立体感を出します。アイラインも丸目になるように、黒目の上だけ太く引きます。で、他は、本当に際を埋めるぐらいに、細く引いて、レジーの方も、そのまままっすぐ延長させます。こんな感じですね。こっちもやっていきますね。黒目の上だけ、少し太めに引いて、で、目尻の方はそのまま延長させます。そう、こうすることによってかなり丸目に仕上がります。で、黒目の下にもアイラインを引いていきます。こんな感じですね。で、最後に、まつげの中心部分をしっかり上げておきます。はい、こんな感じで完成です。カラコン自体もすごい丸いお目目に見せてくれるんですけど、さらにちょっと縦幅のある丸目に仕上げるために、こんな感じのメイクにしてみました。ポイントはアイラインですね。アイラインを黒目の上だけ太く描くことによって、目の縦幅がかなり漏れます。でも本当にこのカラコン遠くでもすごく漏れるんですけど、近くで見ても全然カラコン感がないので、めちゃくちゃおすすめです。じゃあ続いてもう一色の方を紹介していきたいと思います。はい、付け替えて続いて紹介するカラーがダークミントっていうカラーです。ほんのり発色するネイビーカラーがアクセントのナチュラルレンズになっています。わかるかな？ほんのりネイビーが入ってるんですよね。いわゆるブルーカラコンとかって結構ガッツリカラコン感が出ちゃって使いにくいなと思ってる方多いかと思うんですけど、これは縁にダークブラウンが入ってるので、すごく馴染みよくブルーのカラコンが使えるっていうのが特徴になっています。だから結構誰でも使いやすいけど、ちょっと普段と雰囲気が変わっていいんじゃないかなって思いますね。あと、ネイビーって白目をすごく綺麗に見せてくれる効果があるので、すごく目自体が綺麗に見えるっていうのもこのカラコンの特徴ですね。で、ちょっとさらに白目が綺麗に見えるようなメイクをここで紹介したいと思います。まあ、まずお肌にもね、透明感が必要なので、ちょっとラベンダー系のハイライトを入れていきます。こういうツヤ感を出したいところに、特にやっぱ頬ら辺ですね、入れていきます。鼻ら辺とか。あとちょっと可愛らしさを出すために青みピンクのね、チークもふわっとだけ入れます。青みピンクのチークは、ね、透明感が出るのでいい感じですね。で、黒目に反射させてうるうる見せるために結構大粒のラメが入ったキラキラのアイシャドウを涙袋に見せます。続いて、白のペンシルライナーを用意します。で、それをこの下まぶたの粘膜のところに塗っていきます。こんな感じですね。ここに塗っていきます。
こうすることによって白目が綺麗に見えるっていうメイク術なんですけど、ここのキラキラがこの黒目に反射して目がうるうる見えたり、白いラインがポイントになってます。はい、っていうような感じで、今回新しくアイクローゼットから新色2色発売されたので、それに合ったメイク術もやってみました。はい、ということで3回にわたって、アイクローゼットのね、私がイメージモデルさせていただいているカラコンを紹介してきましたが、これで全色になります。本当にね、たくさんのカラーが発売されてて、こんなにね可愛いカラコンのイメージモデルをさせていただけてることがすごく嬉しいし、ホテラバのお店に行くと自分が大きく広告になってたりとか、あと LINE ニュースで自分が流れてきたりとか、本当にすごい嬉しいなって思うことがたくさんです。しかもこのカラコン初回なんと500円でゲットできるということで、ね、普段つけないようなカラーにも挑戦しやすいお値段だと思うし、カラコンまだつけたことないよって方にも、この2色なら特にナチュラルに使えるので、ぜひ使っていただきたいなって思います。下の概要欄にこちらのカラコンが買えるサイト、ホテラバのリンク貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバイ。